幅に合わせたぐらいの。どうしても汚れがこう詰まってるから、全部ネジを最初に出し切るんじゃなくて、途中までやったら一回ここで落とした方がいい汚れ。そうしないと開けた時にその汚れが中に入っちゃう場合があるから、綺麗なら問題ないんだけど、大体こう詰まっちゃうんで、それを取ってから。反対側から押し上げてあげると簡単に取れます。電池を差し反対側、ちょっと見えるところからこうピンセットでちょっと持ち上げてあげれば、持ち上げてもらえればこのタイプは簡単に外れるんで、このエタのタイプは。イメージ的にはよく単三電池交換するときもバネがついてるのの、うん、バネに向かってこう反対側から押し上げるみたいな感覚っていうことですよね。こっちに来る力を利用して押さえてるんですよね、電池が上に持ち上がらない。なので入れる時もこっち側、こっち側を押さえながら電池押さえに向かって入れていく感じですか。逆にしちゃうと無理に押さえた時に曲がっちゃったり折れちゃったりするから、はい、必ず入れる時はイメージ的にはこう先に当てちゃう感じ、当てちゃう感じで滑らせるような感じです、そうすると止まってくれるんで、はい、でこの場合は蓋とムーブの距離がそんなにないから、電池押さえとか必要ないんですよ。あとは蓋を閉めるだけです。ネジを閉めるときは、タイヤのネジ閉めるときみたいに対角線で閉めて通ったんですか。一本完全に閉め切んないで、一回仮押さえで 仮止めみたいな感じで全部つけてから、僕の場合はね、つけてから本締めするような感じですかね。特に対角にしたりとかはしてない。この場合はインデックスが3つしかないから、多分わからないと思うので、ちょっと時間かかるかもしれないけど、45分まで待ってあげて、で45分来たら押してあげればそんなにずれなくて、中途半端な、そう中途半端だと分かりづらいから、まあこれだと15分刻みになってるから、35分だから3分の1のところに持ってくれば、大体時間合うんだけど正確な時間じゃないかもしれないんで、正確に合わせたい場合は今みたいに15分単位のところで合わせてあげるといいですね。次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。